バトル、ガリムヌス対ポンプソグナトゥス。あいつらはなんだ。ガリミムス、鶏に似た恐竜で競走馬みたいに足が速かった。オルニトミムス、ストルティオミムス、タチョウに似た恐竜。みんな走るのが速そうだな。コンプソグナッツス、体重が2、3キロしかないすごく小さな肉食恐竜。おいおい、見つかったら大変なことになるぞ。気づかれたか。どうするつもりだ。コンプソグナッツス、すぐに捕まりそうだ。今それどころじゃないだろ。なんだ、もっと高くジャンプしないと。もうすぐ追いつかれそうだな。さすがに素早いな。急にどこに行くんだ。体の重さを考えないと。抜け出した。今日の勝者は恐竜界のミニチュア、ポンプソグナ。